昔からその人生めっちゃハードだなと思ってたんですよね。なんで人生ハードかっていうと、まあ、とにかくもう勉強しないといけない。あとはもうお金稼ぐのは大変。あともう貯金とか全然できないじゃないですか。で、こんな風に考えていて、それでなんか果たしても何のために生きてんだろうな、みたいな。別に死にたいとは思わなかったんですけど、身近とかでなんか長生きしたいとか言ってる人を、まあ、控えめに言って理解できないというか、まあ、今でもそれ若干あるんですけど、まあ、そんな長生きしてなんか意味あんのかな、みたいな。なんか結構その、試練の期間が増えるだけじゃん、みたいな。まあ、そういう風に思ったんですね。で、まあ、こういった感じで、まあ、ちょっとネガティブでネクラななんか陰キャみたいな生き方をしていたんですけど、まあ、ただ、ある時にちょっと一冊の本に出会ったんですね。で、その本のタイトルは何かっていうと、不幸論っていう本ですね。で、これAmazonとか調べれば出てくるんですけど、ただ内容的には結構その難しいというか、ぶっちゃけ言うとまあ読みづらいんですよ。だからそんな別に読まなくてもいいかなと思うんですけど、まあ、僕はちょっとまあ暇だったんで、お酒飲みながらこう、ゆっくり読んでたんですよ。まあ、難しい本なので。で、読んでいった時に一つだけ心に刺さる文章があったので、それを今回紹介して終わりにしようと思います。で、それ何かっていうと、ちょっと書籍の本から引用して読んでいきますね。幸福とは思考の停止であり、視野の切り捨てであり、感受性の麻痺である。つまり、大いなる錯覚である。世の中にはこの錯覚に陥っている人と、陥りたいと願う人と、陥ることができなくてもがいている人と、陥ることを諦めている人がいる。ただそれだけであるっていう、まあ、こういった文章ですね。で、まあ、ここ聞いた時に、まあ、何のこっちゃみたいによくわかんないと思うじゃないですか。だから僕なりにちょっと噛み砕いて説明をすると、まあ、要するにその人生が幸福であるっていうことは、まあ、これ大いなる、まあ、錯覚なんですね。だからそもそもなんか人生が辛いなとかって感じてしまうってことは、それって人生はなんかキラキラであるべきだみたいな、人生は必ずその幸福に進んでいくみたいな、まあ、そういうふうに多分固定観念を持ってしまっていくからじゃないですか。例えばなんか未来は明るいみたいな、まあ、そういう固定観念を持つことを別に否定はしないんですけど、まあ、ただそこを何ていうんですか、絶対に明るくなるみたいな、未来は絶対最高だみたいな、ここを確信してしまうと人生でこう浮き沈みあるわけじゃないですか。で、浮き沈みがあった時に上がってる時にこの先幸福だって思う分には問題ないんですけど、もちろん下がってる時もあるので、その時になんで自分はこんな幸福じゃないんだろうみたいな、まあ、そこで不幸になってしまうわけですね。まあ、だからその人生っていうのはもちろん幸福であればそれに越したことはないんですけど、まあ、幸福になれない時期っていうのもあるので、まあ、そもそも僕がお勧めする考え方っていうのは、人生は常に幸福であるっていうその思考っていうのを捨ててしまう。人生にはそのもちろん幸福な時期もあるし不幸な時期もわかる。まあ、それっていうのをま全て受け入れて、で、まあ、なんていうんですか、まあ、ただそれでま淡々と生きていくみたいな。で、例えばなんですけど、僕もまあ最近はある程度幸福ではあるんですけど、まあ、ただまあちっちゃい悩みとか大きな悩みはいくらでもあるわけですよ。で、例えばその僕個人的に僕の中で大きい悩みとしては、僕元々結構肌荒れしやすいんですね。で、今とかはまあ肌荒れしていて、まあ、ちょっとその YouTube でなるべくそのバレないように、まあ、光の加減とかをこうなんか加工とかもしてるんですけど、まあ、ただ昔の映像とかと比べると、まあ、結構肌荒れしたりとか、あとまあすぐに痩せていっちゃうとか、まあ、そういう結構悩みがあったりして、まあ、ただこういったものに関しては多分皆さんまあそれぞれこう悩みあるじゃないですか。まあ、例えばなんですけど肌荒れもそうですし、あとはなんか生まれつきなんか不細工だとかなんかモテないとか、またなんか全然成果がない能力がないとか頭悪いとか、まあ、そういうの多分皆さんいろいろあるじゃないですか。で、そういったものっていうのをそのなんていうんですか、まあ、仕方ないなと思っていて、一旦それを全て受け入れるというか、まあ、そこをあんま気にしすぎてもしょうがないんですよね。例えば肌荒れとかを例にすると、まあ、鏡とかの前に行ったりするとこう萎えたりするわけじゃないですか。で、僕の場合ってなんかこの肌の荒れが治る時期とこう悪くなる時期を繰り返していったりするんですけど、まあ、その時に、まあ、鏡のを、まあ、なんか気になって見ちゃうわけですね。で、見ちゃうんですけど、見たところで、まあ、結局意味ないじゃないですか。で、それってただ自分のメンタルダメージを受けているだけなので、まあ、結局それって何もメリットがないんですね。まあ、だからちょっと話脱線しちゃってる感じもあるんですけど、まあ、要するにその自分のまあダメな場所っていうのをとりあえずもう受け入れてしまって、受け入れて、で、その中で、あ、ここだったら頑張ったら改善できそうだなっていう、まあ、そこだけにフォーカスをして生きていく。まあ、例えば肌荒れとかだったら、まあ、規則正しく生活するとか、健康的な食事をするとか、まあ、ここだけをこう意識する以外にないじゃないですか。毎日鏡見たところで治らないので、まあ、そういったものとか。またこれ人生に置き換えてもそうなんですけど、まあ、先ほどその、なんだ、不幸論の話をしたじゃないですか。で、それで、人生は幸福であるっていうふうに、常に思い込んでしまうと、まあ、それが結果として不幸になってしまったりするので、まあ、仮に不幸な時期があったとしては、まあ、人生ってこういうものだよねっていうのは、それを一旦受け入れてしまう。受け入れた上で、じゃあ自分は何ができるだろうって、その、一旦受け入れて、じゃあどうしようっていう、その、なんていうんですか、行動の場所にこうフォーカスをしていく。まあ、そっちの方がいいんじゃないかなっていう感じですね。はい、というわけで、今回これ。